皆さんどうもこんにちは。ここはテヘラン医科大学の研究結果などをもとに飲むだけで痩せる飲み物について動画で解説していきます。では行きましょう。まず早速ですが、知識系の YouTube をしていると痩せられる方法はないの、かっこ運動はしたくありませんみたいなわがままな相談をよく受けたり、他には周りで最近飲むだけで痩せるサプリ買ったんだよね、これ良くないみたいな怪しげなことを言っている人を見かけたりいたしますが、科学的にそんな都合のいいものあるのという疑問にお答えするのであればもちろんございます。そしてそれはホエイプロテインでございます。ただプロテインと言われるとマッチョな人が飲んでいる筋肉増強剤みたいなやつでしょと言っているおばちゃんをなんか見かけたりいたしますが、プロテインとは日本語に直訳するとタンパク質、要するにタンパク質を粉状にしたのがプロテインでございます。じゃあなんでタンパク質を飲むと痩せるのか。それは我々人間の体の大部分はタンパク質で構成されているからです。人間の体をかなりざっくり説明すると 70% の水分と 20% のタンパク質と 10% の脂肪で構成されておりまして、脂肪は要するに摂取したカロリーの余りですので、水分を除くと私たち人間の体の大部分はタンパク質でできています。なので我々人間の脳は1日に必要なタンパク質を摂取するまではいくらカロリーを取ろうが食欲はなくならない性質があると考えられていて、実際に食事のタンパク質の比率を変えることによって食欲は変わるのかという疑問を調べたシドニー大学の研究がございます。内容が22名の参加者を集めて、期間を4つに区切ってカロリー制限はせず食欲の赴くままに食べる期間、総摂取カロリーのうち 10% をタンパク質で摂取する期間、そして次 15% をタンパク質で摂取する期間、そして最後 25% をタンパク質で摂取する期間に区切って人間の食欲はどう変化するのかを調べたところ、最も総摂取カロリーが増えたのは 10% のタンパク質、要するに低タンパクな食事をしていた時でしたよと発表しておりまして、何の制限もせず食欲の赴くままに食事をしていた期間よりも総摂取カロリーが増え、さらにはタンパク質 10% の低タンパクな食事を続ければ続けるほど費用ごとに食欲が爆増して総摂取カロリーが増えていく現象が優位に確認されましたよと発表していて、タンパク質の摂取量が日々の食欲に与える影響がえぐいわけでございます。ただこのタンパク質は食材から取らないとダメですよと言われていたんですが、スキットモア大学から出た論文によると、運動をしなくてももはやプロテインパウダーだけで十分にダイエット効果がありますよ、よかったねと発表しておりまして、研究内容が57名の男女を対象に3つのグループ、1つ目がいつも通りの食事にホエイプロテインをプラス、2つ目がいつも通りの食事にホエイプロテインと筋トレをプラス、そして3つ目がいつも通りの食事にホエイプロテインと筋トレ、HIIT、ストレッチ、持久性トレーニングとめっちゃ大変そうなグループに分けて、それぞれのグループは特にカロリー制限はせず、1日のプロテイン量は 20g×3回でトータル 60g 摂取、その状態で16週間観察するという内容でございました。結果が全てのグループの体重が優位に減ったよと発表していて、特に興味深いのが普段の食事にプロテインパウダー分のカロリーを上乗せしたにもかかわらず体重は増えないどころか体重が減ったと発表している点でございまして、プロテインの効果がすごいと。あとちなみにプロテインには動物性のホエイプロテインと植物性のソイプロテインという大きく2種類ございますが、ダイエット目的であれば動物性のホエイプロテインが圧勝だったよとテヘラン医科大学が発表しておりまして、研究内容が BMI25 以上というぽっちゃり気味の男性52名を対象に夕食を食べる30分前に 67.5g のホエイプロテインを飲むグループと、夕食を食べる30分前に 60g のソイプロテインを飲むグループに分けて、どちらのグループもカロリー制限はせず総摂取カロリーに占めるタンパク質の量をだいたい 34% 程度になるように調整し12週間観察するという内容でございました。その結果がホエイプロテインの圧勝で、ホエイプロテインを使っている人たちの方が食欲もゴリゴリに減少し、カロリー摂取量が自然と減り、体重も体脂肪も減少、具体的には12週間で 9% 程度の体脂肪が減ったよと発表していて、そんな私自身もスタイル維持のために1日の第1食目にプロテイン 25g を飲んでいたりもいたしますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
さらにですね、痩せる方法を知ったから今日から痩せたるぜと思っていざ実行してみても、なんか三日坊主で終わってしまう。この現象の仕組みとしっかりと目標達成率を上げる方法を、複数の海外大学の研究をもとに解説した目標達成率を上げる方法を紹介した動画を、この動画の概要欄につくのでぜひご覧いただければと思います。またですね、私が書いた理論上最強になる方法というのもございますので、興味のある方は概要欄のリンクからご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。